独仏休戦協定は1940年6月22日、ナチスドイツとフランスとの間で締結された休戦協定。1940年6月22日の休戦協定等の呼び方もある。ナチスドイツのフランス侵攻がドイツの圧倒的な勝利で終わったことを受けて、1940年6月22日18時50分。 フランスのオワーズ兼コンピエーニュの近くの森で締結された。この協定により、イギリス海峡全域や大西洋に開けた港湾を含む北フランスのドイツによる占領が確定し、それ以外の地域がフランス政府の自由な統治に残された。アドルフ・ヒトラーは急戦の調印地として意図的にコンピエーニュの森を指定した。 そこは第一次世界大戦の終結の際、ドイツが降伏の調印を行った象徴的な場所であった。フランス軍で最も近代化された最強の部隊は北方に送られており、ドイツ国防軍の包以下に置かれたため、結果としてフランスはその最強の大型兵器と気候部隊を失うこととなった。5月から6月の間、フランス軍は 全面的な敗走状態にあり、ドイツ軍はパリを脅かしていた。フランス政府はドイツ軍にらわれるのを避けるため、6月10日にボルドーへの移転を余儀なくされ、パリは無防備都市を宣言した。政府内では和平派が主導権を握り、6月17日にフィリップ・ペタンが首相になるとドイツに対して正式に休戦を申し入れた。 6月22日までに、ドイツ国防軍は、戦死2万7 0負傷11万1000以上、行方不明者1万8千の損害を出したが、対するフランス側の損失は、戦死9万2千、負傷20万以上に上った。イギリス海外派遣軍も6万8千以上の損失を記録した。急戦協定調印の直前、フォッシュ像の前に立つヒトラーら、 右端の異常な肥満体の人物がゲーリング。右は、調印式が行われた食堂車車両フランス政府から、急戦交渉の意向を知らされたアドルフ・ヒトラーは、交渉の場所として、コンピエーニュの森を指定した。コンピエーニュの森はドイツが第一次世界大戦を、惨敗で終えた1918年の急戦協定を、交わした場所であり、 フランスに対するドイツの復讐の最高の瞬間を迎える場所としてこれ以上のものは望めないと考えた。ヒトラーはドイツが1918年に第一次世界大戦の休戦協定に署名したのと同じ鉄道車両で休戦協定に署名することを決めた。しかし起草者は休戦協定の全文の最後でフランス軍に言及して、しかしドイツには 急戦の状況と急戦交渉と核のごとき勇敢な敵に対して、屈辱を与えるために用いるという意向はないという一説を、挿入した。さらに寄草者は、第三条、第二説で、イギリスが降伏して戦争が終了した場合には、北西フランスの占領を続ける意思がないとも述べた。 1918年の休戦協定が締結された時と全く同じ客車でヒトラーはフランスのフェルディナン・フォッシュ元水がドイツの代表と向き合った時に座った同じ椅子に腰を下ろした。全文の朗読を聞いたヒトラーはフランス代表への軽蔑を表す計算されたジェスチャーを示すと 国防軍最高司令部総長のビルヘルム・カイテル上級大将を残して車両から退出した。フランスに課せられた休戦条件は1918年にドイツに求められたものよりはるかに厳しかった。フランスはドイツ国の利益のため国土の5分の3にあたるジュネーブとト,トゥールとスペイン国境を結ぶ線の北西側を ドイツの占領に委ねる。イナンの地域は一部を除いて、フランス政府による統治を行う。フランス軍は動員会場を行うとともに、武器をドイツ軍に引き渡す。イギリス海峡と大西洋に向いた港のすべてをドイツ海軍に引き渡す。フランスの商船は当分出港を禁止する。政治的亡命者はすべて引き渡す。フランスは、 ドイツ軍及びイタリア軍の占領経費を負担しなければならない。この金額は1日につき4億フランに及ぶ。休戦条件の履行を監視する休戦委員会が設置されるが、委員会はドイツ軍最高司令部の指令に従う。フランス軍の維持は最小規模10万人のみ認められた。海軍艦艇は武装解除されるべきとされたが、ヒトラーの ごくわずかの情報の一つとして、官邸自体の引き渡しは求められなかった。ヒトラーは、フランスを過剰に圧迫することが、フランスを、不釣りたアフリカでの戦闘継続に追いやることがあり得ると考えたからである。非占領地域である、自由地域は、最終的な平和条約が合意されるまで、表向きフランス政府である、ビシー政権によって統治されることとなったが、 内政には、ドイツの強い干渉が行われていた。占領地域と自由地域間の交通、通商は、厳重に監視され、人々の生活を脅かした。1942年のアントン作戦によって、フランス本土全域が、ドイツの占領下に置かれることとなった。シャルル・アンツジェール将軍率いるフランス代表団は、 急戦協定の厳しい条項を緩和しようと、試みたが、カイテルは、条項をそのまま受け入れるか、さもなければ拒絶するかの選択しかないと繰り返した。その時、フランスが置かれた状況では、アンツジェールには、急戦条件に応じること以外の選択は、あり得なかった。フランス代表団の誰一人として、イギリスとその連邦諸国が孤独な戦いを、行っている。 この戦争が、後に、3週間以上続くとは考えておらず、すべてのフランスの捕虜は、イギリスとの戦いが終了するまで、捕虜のままで置かれるとの協定の一節に注意が、払われなかった。こうして、ほぼ100万人、近い、フランス人が、その後の5年間を、捕虜収容所で過ごすことを強制された。 1940年6月25日0時35分、停戦は発行した。また、休戦協定の第19条は、非フランス人をすべてドイツ当局に引き渡すように、フランス政府に要求しており、彼らはおおむね強制収容所に送られることとなった。ヒトラーは、ハプスブルク家を造をしており、 フランスにいるハプスブルク家の人間を引き渡すことを休戦条件の一つとした。この趣旨が第19条に含まれており、移送予定者リストの第1号は、当時フランスに亡命していたオーストリア元皇太子オットーフォン・ハプスブルクであった。1940年6月21日、破壊される前のアルザスロレーヌ記念ヒ県の部分が、 ハーケンクロイツが描かれた布で覆われている。3日後、休戦の場所の記念碑等は、ヒトラーの命令で、ドイツ軍によって破壊された。調印に使われた客車は、以下の名文を刻んだ、大きな石板の破片と共に、戦勝の記念として、ベルリンに持ち去られた。そして、フォッシュ元帥の像のみを例外として、アルザスロレーヌ記念碑などの記念物はぶち壊された。 ホッシュ元帥の像は、ヒトラーの命令により、無傷のまま何もない荒れ地を見守るようにその場に、取り残された。客車は1945年に、チューリンゲンのクラビンケルに運ばれ、SS 部隊によって破壊され、残骸は埋められた。戦後、ドイツ捕虜の労働力を用いて、急戦記念地の復旧作業が行われた。石板は破片を集めて組み立てられ、客車は、 複製が元の場所に置かれた。アルザスロレーヌ記念碑は新たに再建された。1989年のドイツ再統一の後、客車の破壊と埋蔵を目撃した人々は、異物の発掘を行い、それ以前の異物と共に掘り出した。これは1991年5月11日の、ズユート・キューリンガー・ザイトゥング・が見にヒトラーの客車。 クラビンケル村で発見されるという見出しで報道された。各部分は1992年にコンピエーニュに変換された。1994年5月5日、平和への希望を記念した小さな多くの木がクラビンケルの客車破壊場所からコンピエーニュに移植された。2005年5月7日、クラビンケルのその地点は史跡となった。ありがとうございます。